ゲアリー・ターブスは、アメリカ合衆国の作家、サイエンスジャーナリスト、ロバート・ウッド・ジョンソン財団所属の独立調査員。食事のあり方やダイエットについての著書、グッドカロリーズ、バッドカロリーズ、ホワイト・ウィー・ネット・ファット、アンド・ホワット・ツー・ドゥ・アバウト・イットで知られている。イギリスとオーストラリアでは、グッドカロリーズ、バッドカロリーズは、ザ・ダイエット・デルージョンというタイトルで出版された。 生成された炭水化物を摂取することにより、ホルモンの一種であるインスリンが分泌されて、体に脂肪が蓄積していくと主張し、炭水化物の摂取を制限する食事法を進めている。従来から言われ続けてきた人が太っていくメカニズムとは、明確に異なるものである。2016年には、ザケース・アゲンスト・シュガーを出版し、炭水化物及び砂糖に対する強い批判を、 展開している。1956年、ニューヨーク州ロチェスター市に生まれる。ハーバード大学で応用物理学を、スタンフォード大学で航空宇宙工学を学び、コロンビア大学でジャーナリズムの修士号を取得する。1982年、科学雑誌のディスカバー市に所属する記者となり、それ以後、複数の科学雑誌に記事を寄稿している。元々の専門は、 物理学であったが、後に医学と栄養に関心が移るようになる。ハーバード大学の数学教授、クリフォード・ヘンリー・タウブスは実刑であり、ウィリアム・ペチェックの名で知られている。ラジオ番組、ブックビッツ・ラジオに出演した時の様子。ホワイウィーゲットファットについて語るタウブス2002年、タウブスは、ホワット・イフ・イッツ・オール・ビン・エビック・ファット・ライと題した記事を、ニューヨーク・タイムズに寄稿した。 この記事を寄稿した後、炭水化物の摂取制限についての討論でその名を知られるようになった。低脂肪の食事は健康に有益であるとする従来の通年に疑問を投げかける内容を述べた。この記事は、ロバート・アトキンスが推奨した、アトキンスダイエットを擁護するものとみなされ、大いに物議を醸すことになった。この記事を受けて、タウブスにインタビューを行った上で、タウブスは、 自身の言葉を誤って解釈していたり、文脈から外れたことを述べていると不満を口にする学者もいた。タウブスはニューヨークタイムズが掲載した記事の中でもとりわけ物議を醸すことになるであろうことは分かってはいたが記事に対する反響に私は驚いていると述べた。非営利団体である公益科学センターはこの記事に反論する内容の通信記事を2002年11月に 発表した。心臓病専門医のジョン・ W ・ファークアーは、ゲアリー・ターブスは、自分が、アトキンス・ダイエットの支持者であるかのように見せかけて、我々を欺いたと批判した。ゲアリー・ターブスは、牛肉を食べるよう推奨している。牛肉産業に従事しているアマンダ・レイドキは、ビーフ・デイリーにて、世間一般で言われているような、健康への助言に反する形で、 タンパク質と脂肪を豊富に含む動物性食品を食べるよう勧める人はたくさんいる。ニーナタイショーツやゲアリー・タウブスのような人たちのようにと書いている。2007年に出版したグッドカロリーズ、バッドカロリーズの中で食べ物に含まれる脂肪分が肥満や心臓病の原因ではないかという仮説がいつしかドグマと化し、科学的手法が いかに無視されてきたかについては議論の余地はないと記している。タウブスが対立仮説と呼ぶものを提示するにあたって100年以上も前に発表された食事に関する研究データをたくさん引用している。タウブスによれば医学界とアメリカ合衆国政府は前提からして間違っている栄養に関する研究結果を信用したために 彼らが発表した健康的な食事の模範となるものも誤っているという。現在受け入れられている栄養学の常識とは正反対だが、心臓病、二型糖尿病、肥満、癌、その他多くの文明社会の病気の原因は生成された炭水化物、特に砂糖にあると主張している。本書454ページにあるエピローグにて、タウブスは 飽和脂肪酸であろうと不飽和脂肪酸であろうと食べ物に含まれる脂肪は慢性疾患とは何の関係もないと断じている。肥満の研究者ジョージ・ A ・ブ・レイはこの本には有益な情報がたくさん書かれており大いに読む価値がある。だが太っている人は痩せている人に比べて明らかにたくさん食べているとも書かれている著者の結論と肥満に対する考え方が一致しないと述べている。 2007年、ニューヨークタイムズに所属するジャーナリストのジョン・ティアニーは、タウブスの著書を引用し、ミネソタ大学の生理学者、アンセル・キースによる、食事に含まれる脂肪分が、肥満や心臓病の原因であるとする主張の影響力について議論している。2001年に、国蘭共同計画が行ったメタ分析で、低脂肪食では、死亡率に有意差は見られなかったとする研究結果に、 注目したティアニーはタウブスを支持した。ハリエット・ホールはタウブスをメタ分析の引用の仕方が恣意的だと批判している。2016年タウブスはザ・ケース・アゲンスとシュガーを出版した。タウブスはこの本の中で砂糖は中毒性の強い薬物の一種であり、人を肥満にさせるだけでなく、心疾患の原因でもあり、健康を脅かすと断じている。 料理人のダンバーバーはこの本を好意的に評価しており、挑発的な内容で、それでいて、とても詳細な研究が書かれてあると述べている。フードジャーナリストのジョアンナ・ブリスマンもこの本の内容を、称賛しており、肥満とは、体がホルモン障害を引き起こした結果であり、そのスイッチを入れるのは砂糖である。 という彼の明確で説得力あふれる主張は今すぐ世の中に広まる必要があると述べている。医療界における会議論者としても知られているハリエット・ホールはタウベスが佐藤に対して突きつけた証拠は決定打にはなり得ないと述べた。公衆衛生ジャーナルのアルバート・ヤンは非常に有益な本ではあるがその結論は不十分であり敵対的な性質が強く。 バランスの取れた科学的批評にはなっていないと述べた。英語圏においては、シュガーアディクションという言い方が広まっており、砂糖に対する欲求や、砂糖を多く含んだものが止められないという砂糖に対する渇望感は中毒症状の一種であり、その中毒症状を引き起こすのは砂糖であるという見方が広まっている。アメリカ合衆国の司会主ェストン・プライスは、 狩猟採集生活を送っているグループの食生活についての研究をまとめた報告書、食生活と体の対価、先住民の伝統食と近代食その体への驚くべき影響の中で、砂糖を食べるようになってから虫歯を患ったり、栄養不足に伴う病気が増えたと述べている。イギリスの生理学者、栄養学者、ジョン・ユドキンは著書、ピュア、 ホワイトデッドリーの中で、肥満や心臓病を引き起こす犯人は砂糖であり、食べ物に含まれる脂肪分はこれらの病気とは何の関係もないと断じている。ユドキンの主張を支持する者の一人として、カリフォルニア大学の神経内分泌学者、ロバート・ラスティングがおり、カリフォルニア大学が制作、公開したラスティグによる、講演、シュガー・ザ・ビター・トゥルースの中で、 砂糖は毒物であり、人を肥満にさせ、病気にさせる、砂糖の含有量が多いものには課税すべきだと、断じており、著書、ファットチャンスの中でも、そのように主張している。2012年9月、タウブスは、ピーター・アッティアと共に、肥満の問題の解決に向けて、栄養科学研究所、ニュートリションサイエンスイニシアティブを立ち上げた。二人は、解決に向けて努力する。 マンハッタンプロジェクトと呼んでいる。この事業は、血中のインスリン濃度は炭水化物を摂取するせいで、急激に上昇する炭水化物マイナスインスリン仮説モデルの検証の着手が目的であるという。タウブスは、全米サイエンスジャーナリスト協会の社会、科学ジャーナリズム賞を3度受賞している。1996年から1997年にかけて別の賞も受賞している。 ありがとうございます。